はいどうも、おもちゃんねるんです。さあ今回はこちらです。カプセルプラレールのライト付きキーホルダーに新しい仲間が登場です。それがね、今回こちらの5種類ですね。ではね、今回はどんな感じの車種のラインナップになってるのか早速ね、見ていきましょう。では左のね、緑色のカプセルから見ていきたいと思います。まず一つ目はと、はい、これはハヤブサですかね。おー、なかなか今回のも可愛い。さあではね、まずね、こちらを見る前にブックレットでね、ラインナップの方だけ確認しておきましょう。改めてね、今回はカプセルプラレールキーホルダーデラックスパート2ライト機能付きです。種類はね、全5種になっていて、 H5 系北海道新幹線ハヤブサに E3 系新幹線翼、 N700 系新幹線に N700 系新幹線みずほさくら、そして E233 系湘南色です。なかなかいい感じのラインナップになってます。で、一番最初が E5 系北海道新幹線ハヤブサです。さあではね、じっくりと見ていきましょう。まずね、フロント部分こんな感じで、運転席のね、部分がね、クリアパーツになっていて、おそらくね、ここが光ると思います。そしてね、横はね、こんな感じになっていて、窓とかね、ドアはね、すべてね、プリントになってますね。で、連結部にはこんな感じでね、ボールチェーンがついていて、好きなね、バッグとかに取り付けられるようになってます。で、反対側はこうで、上から見るとこんな感じで、そこはこうなってます。車輪はね、それっぽい形になっているだけで、特にね、回ったりはしないですね。で、ここの部分にライトのね、オンオフスイッチがあって、で、ボールチェーンのここに絶縁シートがあるんで、抜いておきましょう。さあ、ではね、ライトの方光らしてみましょう。せーの、で、はい。おー、なかなかいい感じで光りますね。フロント部分しかね、光らないんでね、ライトとしての性能はね、ちょっと低そうな気もするんですけども、ギミックとしてはね、とてもね、楽しい感じのギミックになってると思います。なかなかね、光らすとね、こんな感じでかっこいいですね。で、大きさ自体はね、ほんと通常のカプセルプラレールと同じぐらいですね。はい、一つ目はね、E5 系北海道新幹線ハヤブサが登場しました。さあではね、残りの4つもね、どんどん見ていきましょう。続いてね、その隣の水色のカプセル。まあカプセルがね、水色ということで、中身もそれっぽい車両が入ってますね。はい、こちらはね、N700 系新幹線のみずほさくらになってます。さあではね、くるっと見ていきますね。まずフロント部分ね、ではね、フロント部分から見ていきましょう。まずね、運転席の部分のフロントガラスと、あとね、ヘッドライトのところがね、クリアパーツになってるんで、おそらくこの部分が光るものだと思います。で、続いて側面はこんな感じで、この車両もね、すべて窓とかプリントなんですが、結構ね、細かい文字とかロゴもね、ちゃんと入ってますね。で、連結部には同じくボールチェーンがついていて、反対のね、横はね、こうなってますね。で、上から見るとこんな感じで、そこはこうなってます。これもね、特に車輪が動くギミックとかないですね。みずほさくら結構ね、造形がいい感じで作られてるんで、なかなかね、かっこいい仕上がりになってます。では絶縁シートを抜いて、こちらもね、光らしてみましょう。さあでは3、2、1、はい。おー、これはなかなかいいですね。予想通りヘッドライトの部分と運転席の部分が光りました。おー、かっこいい、かっこいい。この光り方なかなかいいですね。さっきのね、ハヤブサと一緒に光らしてみるとこんな感じで、これはね、結構いろいろと集めたくなります。さあ、それではね、次のカプセルもどんどん見ていきましょう。さあ、これはね、E233 系の湘南色ですね。おお、これもなかなかいい感じに作られてそう。さあ、ではね、袋から出して見ていきましょう。あ、これは本当なかなかかっこいいですね。ではね、前から見ていきますね。はい、こんな感じですね。運転席のところがね、クリアパーツで、あとね、上のここの丸いところもね、クリアパーツになってますね。で、この辺のね、表示とかもね、ちゃんとね、書いてあるんで、なかなかね、細かいですね。で、側面はね、こんな感じで、他の車両とね、同じくプリントになってます。で、連結部のね、ボールチェーンがこんな感じで、反対側のね、側面がこうなってますね。で、上から見るとね、こんな感じで、ここのね、部分の造形もね、しっかりと作られてます。で、そこはこうなってますね。これなかなかね、僕結構気に入りそうな車両で、実際にカプセルプラレールでもあるんですかね。もし出てたら欲しいですね。ではね、絶縁シートを抜いてこちらもね、光らしてみましょう。では行きます。3、2、1、はい。おー、なかなかいい感じに光ってくれました。
光ってる場所は運転席と上のヘッドライト2つですね。はい、3つ目ね、なかなか素敵な E233 系の湘南色でした。ではではどんどん参りましょう。続いてピンク色のカプセル、はい、これが N700 系ですかね。さあではね、こちらも見ていきましょう。さあではね、フロント部分から、この N700 系は先ほどの瑞穂さくらとどうやら同じっぽいですね。光る場所は運転席のフロントガラスとヘッドライト2灯だと思います。で、側面のねデザインがこんな感じで、連結部のボールチェーンの部分がこうなっていて、反対側の側面がこうなってますね。で、上から見るとこんな感じで、そこはこうなってます。ではこちらも絶縁シートを抜いて光らしてみます。ではいきます、3、2、1、ピカッと。おー、予想通り、なかなかこれもいい感じに光ってくれました。まあ同じね N700 系新幹線なので、先ほどの瑞穂さくらと形自体は全く同じになってますね。ただデザインやねカラーはねしっかりと作り分けられているんで、これはねぜひ2個とも揃えてみたいところです。さあではラストの5つ目のカプセル見ていきましょう。はい、黄色のカプセルの中はね E3 系新幹線翼になってます。これがねデザイン的には今回の中で一番ねかっこいい車両かもしれませんね。さあではね、フロント部分から見ていきましょう。こんな感じになっていて、クリアパーツがね運転席の部分と、あとねヘッドライトのここの2箇所がクリアパーツになってます。で、側面のデザインはこうなっていて、これもねなかなか綺麗な仕上がりになってますね。で、連結部分のボールチェーンがこんな感じで、反対のね側面がこうなってますね。で、上から見るとこうなっていて、そこはこんな感じです。さあではね、こちらもどんな感じで光るのか大体ね予想はつくんですけども、絶縁シートを抜いて光らしてみましょう。では参ります、3、2、1、はいはい、予想通りですね。おー、これもなかなかかっこいいですね。いい感じだと思います。これはね形自体最初に登場した同じね E3 系新幹線翼トレイユですね。これと形はね全く同じだと思います。前のシリーズね、なかなかね探すの今はね難しいと思うんですけど、これはねトレイユ持ってる人は今回のね新色の翼もねちょっとね欲しいところですね。さあではね、せっかくなんでね以前のやつもね一緒に並べてみましょう。まずこれが233系の中央線ですね。これはね今回の湘南色と形はね全く一緒ですね。光り方もこんな感じで同じになってます。で、それ以外にねこれがね JR 九州の883系のソニックですね。これ結構ねなかなかね作りが良かったですね。で、もう一つがこれがね C12 蒸気機関車です。ただ光るところがねここだけなんで若干寂しい気もするんですけど、でもね、まあこれがね機関車としてはね当然の光り方なんで、作りで言うとなかなかね完璧だと思います。で、これ以外にね本当はね E7 系新幹線輝きもあったんですが、それはねちょっとねうちの子供にあげちゃってどっかやっちゃったみたいなんで、まあちょっとねこの場で出せないのが申し訳ないんですけども、あれもねなかなかねかっこよかったです。もしねその輝きどんなものか気になる方は、動画の説明欄にあの以前のね動画紹介のリンク貼っておきますんで、ぜひねそちらの方ご覧ください。はい、ということで今回はカプセルプラレールのライト機能付きのキーホルダーデラックスパート2、こちらをね全5種類紹介しました。1回ね300円のガチャガチャなんですが、どの車両が出てもね結構嬉しいものがあると思うんで、ぜひ気になる方は街で見かけたら一度ね回してみてください。ただちょっとねあのライトとしての性能としてはあまりね期待しない方がいいかもしれませんね。カプセルプラレールや電車や新幹線がね好きな方はぜひお一つどうぞ。ではでは今回はこの辺りで、おもチャンネルのタロでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってるんで、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。